ディートリヒ一世本ロートリンゲンもしくは、ティエリー一世ドロレーヌは、ウエロートリンゲン公フリードリヒ一世とその日、ベアトリクス・フォン・フランツィーンの息子。父が死去した978年以降、1026年、または1027年までウエロートリンゲン公を呼び、バルハクであった。当時の監修によれば、16歳以上の公師、博士は、独立して統治することができ、 ディートリヒは少なくとも父と死別した当時は間違いなく20歳ほどであったが987年までは母ベアトリクスが摂政として実質エロートリンゲン公国を統治していたベアトリクスの生存記録がなくなった989年以降ディートリヒは名実ともにロートリンゲン公となるべく母を何らかの方法で統治から退りけたとされる諸説あるがベアトリクスを 修道院に入れた、もしくは毒殺した説が存在している。985年、ベルダンで西フランク王ロテールが率いる軍と戦うが、敗退し、捕虜となり投獄された。後に釈放されたが、しばらくして、新生ローマ皇帝ハインリヒ二世とルクセンブルク家が、メッツ領をめぐる紛争が起こり、ディートリヒは参戦して、重傷を負った際、急中泊。 エッツオフォンロートリンゲンに捕らえられ、再び投獄された。ディートリヒは、エッツオが所有していた、トンブルク城に遊兵され、釈放の代償に多額の保釈金を支払わされた。あと、ディートリヒは、ブルグンと広告で再び捕らえられたが、シャンパーニューハクオードニセイドブロワに、トゥールを攻撃された時は相手を撃破している。1024年に、ディートリヒはそれまで対立していた。 コンラート2世を新たな皇帝として認め、支持者となった。晩年、ディートリヒは息子、フリードリヒを後継者としていたが、フリードリヒは1026年に父に先立って死去した。その後、ディートリヒは1026年4月11日から1027年1月2日の間に死去した。行為は孫のフリードリヒ3世が継承した。ディートリヒは、 ジュネビル・メッツ・ハク・ホルマー一世の娘と思われる、リヒル・デホン・ブリー・スガウと結婚し、以下の子女を設けた。非、リヒルでは、以下の子孫であるとされる。ありがとうございます。